やむを得ぬ非常時だ。このヒルゼンが引き受ける。おお、やってくれるか。事実、キュービ出現に駆けつけていながら、四代目を救い出すことも叶わなかったので、次の火影は育つまでのつなぎということで、納得してもらえぬか。畑、かかしだね。団蔵様。どうだ、わしの元で働いてみないか。このままでは、返り咲く三代目の直属の部下として働くことになる。あの九尾襲来の夜、三代目が出した命によりお前たちは九尾との戦いに加わることができなかった。あんな奴に木の葉の未来を預けるわけにはいかん。待て、この者はわしが呼んだ。はよく来てくれたな。また仕方に戻ったか。木遁、大樹林の術。木遁を使うあの少年は一体。あった、唯一無二の木遁忍術を自在に操る。いや、もう一人いる。どういうことだ、なぜあいつは木遁を使える。プロフェッサー。構わん、わしが許可する。読んでみなさい。はっ。その後木遁の術には後継者がいない。柱間様の細胞移植の実験はことごとく失敗してしまい、ところがじゃ、近年里の下人中に果ては暗部の者たちの中からも、切り分かっているだけでもすでに60人に難々としている。わしとてもし木遁をなせる術者がいればと思う時もある。柱間細胞を埋め込まれた赤ん坊が実際いるとしたら。赤子に細胞を埋め込むことなど許されておらぬし。明朝虎の国、三代目は護衛として直属の暗部5名のみを従え大名府に出立する。そこでお前たちの役目は、その道中速やかに三代目のお命を頂戴することだ。三代目様、ご用意は。うん、出立じゃ。敵襲。木遁の術をどこで覚えた。早く行け。お前のその術はいずれ木の葉隠れの里に必要になる。あいつらの標的は三代目様のみ。三代目様から俺たちを引き離すことが目的だったらしい。あとは三代目様が処理してくださるだろう。悪いが、その椅子はまだ4人に譲るわけにはいかん。ある男が裏切って。犯人は調べればすぐに知れよ。さすればその者が死罪になるのは火を見るより明らか。この度の行動に関しては一切を不問に付す。その甘さがいつか身を滅ぼすことになるぞ、ヒルゼン。昔からそうだった。お前は光、俺は闇。プロフェッサー、俺は暗部にいる資格がありません。一度は裏切ろうとしました。実は生前の港に相談されていたことがある。少しでも心の傷を忘れることができるかと。心の傷を癒すことは誰にもできん。不死なの護衛を命じてみてはどうじゃろう。今のわしにはまだお前の力が必要のようじゃ。三代目様、お伝えしておいた方がよろしいかと。根に木遁の術者が。どうか三代目が今一度火影として立ってくれるか。本日はあの者、怖い目をしたこわもての男はおらんのかい。要はあやつがちょっと苦手じゃ。
しばらくの間直接連絡し合うことはやめておこう。いずれここの秘密もバレてしまうかもしれない。三代目のことだからいずれ気がつくでしょうね。落ちない。三代目様がおかげに返り咲くらしいよ。世代交代でちょっとは時代が変わるかと思ったのにな。三代目のほかげ就任を祝ってお団子で乾杯しましょう。おう。俺だよカカシ。俺はただライバル対決をやらないかとお前を誘おうと思っただけだ。気の毒か。団蔵様、火球の剣が。ヒルゼン自ら指揮を。キャツメやりすぎたか。もはやここまで。殺すんですかこの私を。やはりそれでも死であるヒルゼンにオロチマルを殺すことはできまい。シャルトビ、お前ら。来機。いい目を持っているわね。でも偽物はいらない。お前もこいつの血が見たいのかい。三代目、あなたの仕掛けか。動くな。オロチマル。今回の非常招集は先の任務で取り逃がしたオロチマルを。オロチマルの持つ知識情報術は木の葉にとって貴重な財産だ。オロチマルが国境を越えるまでが勝負じゃ。みな心して当たってくれ。わしも協力は惜しまぬ。木の葉のためになすべきことをなそう。次は必ず。匂いを追跡してほしい。だが任せておけ。団蔵様の使いの者です。オロチマル様のことで急ぎ参りました。これに団蔵様の書状があります。変化じゃない。肉体が煙になっていた。俺はイブリ一族のゴッタだ。おかえり天蔵。ではオロチマル様がここに。おそらく暗部の追跡網は把握しています。必ずオロチマル様を国外へお連れいたします。みんなはオロチマル様を迎える準備を。え、天蔵。え、あの僕は。あれからもずっと天蔵の身長を測ってたんだよ。あれは天蔵じゃない。天蔵だもん。あの天蔵って。雪見の弟だ。じゃあこの傷は。離れていても私には見えていたよ、天蔵の姿が。は雪見、中を案内してやれ。ここは私たち一族のお墓。魂が木に宿って私たちを守ってくれているんだって。長くは生きられない一族だったの。年寄りを見なかったでしょ。はい。でもその樹荫の力も完璧ではなかった。まだ研究しなきゃいけないことがいっぱいあるって。